東京都港区芝公園の増上寺にある家信、道夫人の宝刀、徳川家信は江戸幕府第六代将軍である。甲府藩主、徳川綱重の長男で、母は、おほらの方。性質は、この江本弘の娘、広子。子に、徳川家継ほか、第三代将軍、徳川家光の孫にあたる。道母帝に、松平清武、その子で老いに、 松平清方がいる。陽名は虎松。署名は綱豊。漢文2年4月25日、徳川綱重の長男として、江戸根津邸にて生まれる。父が性質をめとる、直前の19歳の時に、身分の低い26歳の女中、おほらに生ませた子であったため、世間をはばかって、家臣の新見正信に預けられ、養子として、新見左近を名乗った。 聖母は漢文4年に死去している。9歳の時、他の男子に恵まれなかった、綱茂の四次として呼び戻され、元服して叔父である四大将軍、徳川家綱の返帰を受けて綱豊と,よと名乗った。遠方6年10月25日に、父、綱茂が死去し、17歳で家督を継承し、祖母、純正院に育てられた。遠方8年、家綱が重体となった際には、 家綱に男子がなかったことから綱重の弟である、上野盾林藩主、徳川綱吉と共に、第五代将軍の有力候補であったが、堀田正俊が家光に、地が近い綱吉を強力に推したため、綱豊の将軍就任はならなかった。綱吉にも男子がおらず、綱吉の娘婿の奇襲藩主、徳川綱則という後継候補も存在したが、三代将軍、 徳川家光の孫であることもあって、将軍を次に正式に定まり、家信と改名して、綱吉の養子となり、江戸城塞の丸に入ったのは、法営元年12月5日、家信が43歳の時だった。なお、綱豊の将軍後継に伴い甲府徳川家は、絶家となり、家臣団も、幕臣として編成されている。法鋭6年、綱吉が亡くなり、48歳で、 第六大将軍に就任すると、法営通報の流通と主税等を廃止。将類やアれみの例も一部を残し順次廃止させた。他、柳沢義康の辞職により側用人に、真部秋久、学者として、荒井白石らを登用して、綱吉時代から始まった文字政治を推進し、琉球や李氏朝鮮との外交や法営令の発布、荒井白石による、 聖徳金銀の発行などの財政改革を試みた。しかし、在職3年後の聖徳2年10月14日に死去。去年51。家綱、綱吉と同様に家の部も後継者に恵まれず、将軍職を継いだのは3歳の徳川家継で、政治は引き続き学部や新井白石らに依存した。法名は、文明院伝順、連社、清志まれ各年大古事。 墓所は、東京都港区の三に山広土院増上寺。六代将軍、徳川家信と七代将軍、徳川家継の知性を合わせて、聖徳の地という。家信の,の埋葬された増上寺で、徳川将軍家の墓地が改装された際に、これに、立ち会い被葬者の遺骨の調査を担当した、鈴木直の著書、骨は語る徳川将軍、大名家の人々によると、家信は、 細表で、鼻筋が通っていて穏やかな顔立ちをした美男であったといい、父、綱重とは猫背であったこと以外に似ている部分は、非常に少なかったという。また、鈴木が中心となって編纂した、増上寺、徳川将軍母とその遺品、遺体によれば、家信部の血液型は祖,祖父の第二大将軍、秀忠、及び父、綱重と同じく大型であった。遺骨によると、 家の部の身長は当時の日本人としては平均よりやや高い1 6 0 0トルである。現在までに判明しているところでは歴代将軍の中で最も高い。ありがとうございます。